羽沢横浜国大駅は、神奈川県横浜市神奈川区、羽沢南2丁目にある、相模鉄道、東日本旅客鉄道の駅である。2022年度下期に、当駅から新横浜駅まで、相鉄新横浜線が延伸する予定。相鉄、JR 直通線の開始に伴い2019年11月30日に開業である。 相鉄の管理する施設を使用した共同使用駅であり、JR の窓口等はなく、長距離乗車券を購入することはできない。鉄道不便地域だった、羽沢地域の利便性向上が期待されている。特に近隣住民や横浜国立大学の関係者が当駅を利用すると見込んで、開業時点での乗降客数を追日約1万人、相鉄、東急直通線の開業後には、 1> 約1.6万人になると予測している。JR 東日本の特定特市内、横浜市内の駅となるほか、大都市近郊区間、電車特定区間内に指定されている。特定特市内で、他社管理の駅は、常磐線綾瀬駅、南部線八丁縄手駅に次いで3例目。相鉄本線、西谷駅から東駅までの地下連絡線を建設し、 JR と相鉄との相互乗り入れを行う事業計画は2015年の開業を目標に建設が進められていた。しかし、貨物船との接続に時間がかかることが判明し、開業は2018年度内にずれ込む見通しとなった。さらに2016年8月になって開業はさらに伸びて2019年度下期となることが発表された。また、当駅から 東急電鉄東横線、目黒線日吉駅へ通じる連絡線も整備され、東急及びその先の東京メトロ南北線、都営地下鉄三田線との相互乗り入れを行う事業が計画されている。こちらも当初予定の2019年度から2022年度、下期に開業が延期された。地上階に改札口1カ所、地下1階に相対式2面2線のホームがある。 ホームの東側で JR 直通線と東急直通線が分岐し、JR 直通線はその先で東海道貨物線に合流する構造となる。開業時からホームドアが設置されており、ホームと改札の間にはエレベーター2機、エスカレーター4機が設けられている。また、当駅にて相鉄の乗務員と交代を行う JR 東日本新宿運行区の乗務員専用の 休憩、宿泊スペースが用意されている。直通線方向、両脇は JR 線、中は東急線駅舎のデザインはデザインブランドアッププロジェクトに基づき、ダークグレーを基調として鉄、レンガガラスを用いたものになっている。開業後の1日平均乗降人員の推移は以下の通り。開業後の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。 運賃計算上の隣の駅が鶴見駅となっていることから、口述する運賃計算の特例が新たに設定された。この結果、列車運転上の隣駅である武蔵小杉駅までの運賃よりも直通線が通過する鶴見駅や直通線のルートから外れている国道駅までの運賃の方が安いという稀な現象が発生している。なお、 東駅鶴見駅間の駅間キロほどは8 8キロメートルで、これは首都圏の JR 電車特定区間内では最長の駅間距離である。2023年度中での完成を目指して駅前の再開発工事が進められている。2019年11月30日に開催された開業イベント、ハザコクフェスタでその概要が明らかとなった。以前にも、 都市計画に関する情報が断片的に展開されていたが、より詳細な内容がイベントで語られた。停留所名は、羽沢横浜国大駅前で、当駅の開業に伴い、羽沢貨物駅から解消された。神奈川中央交通が運行する下記の路線が乗り入れる。駐車区出店報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。